世界がきな臭くなってきていますが、2020年1月7日、イラン政府がアメリカ軍によるイラン革命防衛隊の司令官の暗殺に対する報復として、米軍基地へミサイル攻撃をした数時間後と、さらにその30分後、ブーシェフル原子力発電所近くの同じ場所で地震が発生したようです。震源となった場所では、昨年12月27日にもマグニチュード 5.1 の地震が起きていますので、10日くらいの間に原発のある場所で3度の比較的大きな地震が起きたことになります。現時点では被害などの報告はないようですが、イランでは従来、マグニチュード5クラスの地震でも大きな被害が出ることが多く、昨年11月にもマグニチュード 5.9 の地震で5人が死亡しています。これに関してアメリカの CNN の記事をご紹介します。ここから CNN 2020年1月8日イランの原子力発電所の近くで2つの地震が発生。1月7日の朝、イラン南西部にある原子力発電所の近くで2回の地震が発生した。この場所では、わずか2週間前に、やはり大きな地震が起きたばかりだ。アメリカ地質調査所によると、最初の地震は、マグニチュード 4.9 で、ブーシェフル州の現地時間の午前9時直前に発生した。約30分後、今度はマグニチュード 4.5 の2回目の地震が、同じ州で起きた。これらの地震の震源は、イラン唯一の原子力発電所である、ブシェエル原子力発電所の近くだった。この同じ地域では、マグニチュード 5.1 の別の地震が、2週間前に起きている。イランにとって、この、1月7日は劇的な日でもあった。先週の米軍によるイラン司令官の暗殺に対する報復として、イランは、米軍を収容する2つのイラクの基地に対して、数十発のミサイル攻撃を行った日だった。そして、ミサイル発射のわずか数時間後に、2つの地震が起きた。ブシェエル原子力発電所は、2010年8月に稼働を開始した施設で、これはイラン初の原子力発電所であるだけでなく、中東で最初の民間原子炉でもある。イランは、アラビアプレートとユーラシアプレートの間の主要な断層線上にあり、過去に多くの地震を経験している。2017年11月には、イランとイラクの国境付近で発生した地震により、少なくとも452人が死亡した。今世紀で最悪の地震は、2003年に、イランで発生した。マグニチュード 6.6 の地震が、イラン南東部の都市、バムを襲い、約2万6000人が死亡した。ここまで。